家にやってきました。1年生と高校3年生。どこで出会ったんですか？中高一貫校なんですけど、中学の時に初めて知り合ってみたいな感じで、そこからお付き合いが長い。2年半ぐらいですか？続いてますね。はい、続いてます。あ、今日は何しに来たんですか？大江戸温泉に入りに来たんですけど、うわー、エッチだなエッチだな。どっちから告白したんですか？あ、どうすり合ってる。え、何？直接告白したんですか？それとも LINE とか？いや、直接。直接したな。直接話したけど、うん、どっちかが思い切って告白したとかじゃなくて、なんかもうお互い両方好きって分かってたから、うん、じゃあ付き合おうみたいな。うわぁ、いいなぁ。言ってきますよ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 。お互いの好きなところを教えてほしいです。じゃあ、彼さんは彼女さんのどこが好きなんですか？一緒にいて癒されるところ。癒されますもん、今。癒されてる私も。よかったね。一緒に行って楽しい。一緒に行って楽しい？一番いい。相性がいいですね。あれ、ちょっと彼女の彼女はあやみちゃんに似てるような。透明感が。細い、細いし。あ、でもなんか一回思ったことあるんですよ。はい、マスク取ったらちょっと。誰、誰、誰。あ、ちょっと。あれ、天の塾だな。ツンデレ、ツンデレだな、これ。いる。ここでは緊張してるけどね。家ではね、テレビでしてるんでしょうね。住んでる、住んでる。アルバイトの話聞いていこうと思います。はい。アルバイト何やってますか？自分は、ウーバーイーツの配達と、あと、タライのオンライン授業の担当をやってます。掛け持ち。はい。掛け持ちすごい。ウーバーイーツの、はい。時給いくらですか？時給じゃなくて、やったもん勝ちっていうか。歩合制？あ、そうです、そうです、それです。で、一件いくらとかでやってます。一件いくらなんですか？距離によって違って、うん、短い距離だと400円とか。長いと、まあ、900円とか、そんな感じです、ね。長いと何キロぐらい距離あるんですか？4キロ、5キロとかあります。おー、結構長いですね。はい、長いです。自転車でやってます。その、はい、ウーバーイーツの箱とかあるじゃないですか。はい。それって支給されるんですか？いや、あれは自分で買いました。え？買わされました。買わされる？はい。3000いくらで、あ、でも、わかんないです。今コロナなんで、その研修とかなかったんですけど、前まではなんか本社行って、そういう研修みたいなの受けて、そこで支給されるみたいな感じだったらしい。研修がある。研修っていうか、まあなんかそういう、交通安全とかそういうのを言われる、うん、講習室とかって言ったら、90分ぐらいそういうのがあるっていう話を聞きました。どれぐらいやってるんですか？僕は2月か、もう半年ぐらいやってます。半年？はい。週何でやってるんですか？いや、シフトとかじゃなくて、本当に自分が暇な時に入れる感じなんで、そう、週によります。でも、3、4日はやってます、多分。夜とか昼と夜。昼と夜。はい。空いてる時にやってます。すごいな。トライ式オンライン？はい、それです。何やってるんですか？まだ、授業を担当してるっていうわけじゃなくて、入ろうか迷ってる人がお問い合わせしてきて、それに、じゃあ体験の無料授業をやるっていうのの、オンラインのやつをやってます。お試しの方に向けての、体験授業をやってる。はい。教えてるってことですか？まあ一応そういう風になります。何の教科教えてるんですか？今までは、中学数学とかですね。理数系。
まあそうですね。大学はちなみにどこ？大学です。その、トライ式の体験授業、はい、バイトはいくらぐらいもらえるんですか？時給1200円とかだったんです。おー、割と高い。高いですね、はい、うん、それずっと働けるんですか？あ、そうですね、そのがあるあれはずっと働きます。うん、1日最大何時間働けるんですか？最大は分かんないんですけど、ただそのトライ自体が本社の、九段下の本社なんですけど、13時以降からの出社なんで、マックス22時とかなんで、まあそのぐらい。でもそんなフルで働いたことないんで、そんな感じです。ありがとうございます。彼女さんはなんかアルバイトしてますか？してないです。これからやる予定ありますか？大学生になったら初めてのアルバイトしたいです。何したいとかありますか？映画館か。あ、いいいいいい。映画館か売り子やりたい。売り子はダメ。モテちゃう、モテちゃう。別の階段世帯を照りつける。映画館素敵ですね。彼女さんが売り子やりたいって言ってるんですけど、どう思います？いや、もうちょっと可愛くておじさんたちからモテちゃうと思う。それはダメですね。別の階段世帯を照りつける。ね、はい、ダメだね。ダメですね。ダメ、はい、ダメ。ありがとうございます。よろしくお願いします。まずお二人の関係性を教えてください。夫婦で。若い。27と26。若いですよ。同い年です。あ、本当ですか。いいの。させていただきたいんですけど、過去にアルバイトした経験ってありますか？はい。何をされてましたか？コンビニのセブンでバイトしてました。セブンイレブンのコンビニ？レジ？あ、そうです。レジが主な仕事でした。時給はいくらぐらいですか？時給が結構田舎だったんで、いくらですか？東京以外？千葉で。千葉？あ、高い子。900円したかしない。結構でも最低賃金ちょい上ぐらいですね。うん、私もセブンイレブンで働いてたんですけど。いつの時間帯働いてたんですか？平日の夕方と土日に働いてました。うん、それは高校生の時とかですか？専門の時です。どれぐらい働いてたんですか？1年半ぐらいだと思う。結構長い。コンビニバイトで大変だったことってありますか？タバコを吸わないんで、銘柄の略称とかで言われると、はい、結構、パッてなるのかな。はいはい。あれじゃん、番号とか。あ、そうです、そうです。番号で言ってくれない人が結構多くて。クレームとかありましたか？クレームは、あんまなかった。コンビニって廃棄したお弁当とかもらえたりするんですか？うちのとこはダメでした。うん、何のアルバイトしてましたか？うちはスーパーです。スーパー、はい、スーパーは何をやってたんですか？売り場のなんかそういう商品整理とか補充とかやってた。いつ頃やってたんですか？大体もう高校生とかですね。専門学校行ったんですけど、それもちょっとぐらい。時給はどれぐらいですか？東京だと900円、同じです。900円ぐらいですね。どうしてスーパー選んだんですか？近かったんで、もう行きやすかったんで、そういう、ただ、そういう理由でした。うん。スーパーでアルバイトして、良かったことってありますか？働きがいというか、すごい、いっぱい買ったら買った分だけ、自分らが補充しないと回らないっていう形だったんで、商品陳列とかも作ってたんで、そういうのは、いろいろなんか今に社会とかでやっていくうちにすごい生きてきたなと思います。はい、役立ってる。ちなみに今何のお仕事されてるんですか？今はアパレルだったんですけど、ちょっとやめてウェブ系の営業の方です。これから働くだけだ。なんか小さいパートのおばちゃんとかいるイメージあるんですけど、はいはいはい、いました？割とそうですね、ちょっといましたね。一個一個、ちょっと
ケチつけてくるではないですけど、そうやって、はい、僕はこうしなさいみたいな。で、そんな人にはどういう態度で言ってたんですか？一応まあ最初はもうちゃんとはいって聞いてたんですけど、だんだんとできるようになっていくと、やっぱりそういうのも言わなくなってたんで、後に思えば言ってくれてたのが、ちゃんとできてなかった部分なのかなと思って。真面目ですね。職場恋愛とかありました？職場恋愛全然なかったですね、全く、うん、周りとか周りとかもなかったですね、全く。スーパーあんまりないんですか？そうなんですね。じゃあコンビニでその恋愛関係になることあるんですか？一緒はなかったです。あ、なんかなんで芋っぽいのしかないんで。田舎のバイトにはいない。二人の馴れ初めも聞きたいんですけど、出会いはいつでした？いつだ？2年半。うん、そうだ。多分？そうだね。どれぐらい交際して結婚に至ったんですか？1年半ぐらいです。じゃあプロポーズしたんですか？まあなんかちょっと微妙なんですよね。微妙？なんかもう2人でこの日に席入れようかって決めて、うん、改めてしてもらった感じです。そういう形で。いつですか？去年の11月に。もしかしていい夫婦？じゃないんですよ。違う。そこにしようかなと思ったんですけど、はい、つまんねえなってなって、おっきいのにしました。なるほど。おっきいのしか、いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。二人のご関係って、姉妹です。姉妹？はい。何歳差ですか？昨年は2歳差です、はい、仲いいですね。割と今日2人で何しに来たんですか？映画を見に来て。姉妹で映画？はい、めちゃくちゃ仲いい。いや、雰囲気は似てるけど、もう言われないと分かんないですね。姉妹って系統も違う。お父さん似てお母さん似て、はい、年齢の方教えてください。18です。18歳。21です。21歳。大学生ですか？おアルバイト何されてるんですか？アルバイトはミスドとタニーズです。あ、いい。清素系バイト。時給聞きたいんですけど、ミスドは時給いくらですか？ミスドは平日が980円で、土日が1030円。ハリーズは？ハリーズはずっと930円。どうして2つ掛け持ちされてるんですか？専門なんですけど、うん、コーヒー系の専門で、ハリーズコーヒーなので、なんかバイトで学んでたり。コーヒー系の専門学校って何ですか？で、なんかカフェラテアートとかやる。すごい。それでサリーズとかって実際役に立つんですか？あ、なんかそのまま就職とかしてる先輩いて、サリーズバイト。大変ですよね。毎日バイトしてるってなっちゃいません？結構週4とか5で。月いくらぐらい稼いでるんですか？月8万とか9万ぐらいしか。おー。あんまり、なんか学校の後なので、うんうん、4時間ぐらいしか働けてなくて。カフェは、大学生のイメージが強いんですけど、うん、やっぱり、怖いじゃないですか。職場出会いみたいなのはありますか？全く。全く？そうですね。そう、男の人に言い寄られたりしませんか？全然。全然。全然。本当に。本当？全くですよ。お客さんからは？お客さんは。気づいてないのか？全くですよ。そうなんですか？日
外ですね。周りのお友達とかはそういう関係になってる人いますか？え、いや、ないです。え、働いてどれぐらいですか？働いて、ミスドはあとちょっとで2年ぐらいで、はい、フリーズは半年ぐらい。おどちらにもいない？どちらにも。意外とアルバイトで恋愛してる人いないですか？いない。マスクは、マスクなのに。マスク、あ、マスクわかる。って聞きます。マック居酒屋、焼き肉屋さん、すぐみんなカップルです。カフェって意外にいないんですね。でもカフェで働いてる人って意識高い系の人が働いてるイメージあるんですけど、可愛い子多い。可愛い子が多い。みんな可愛い。みんな可愛い。女子力高い人が。ありがとうございます。どこでアルバイトされてますか？私、ぐんちゃんで働いてます。時給はどれぐらいですか？時給は1120。今は1120。とても高い。とても高い。すごいですね。ゴンちゃんはどういう業務内容ですか？接客で普通に注文を受けるのと、あと作る方、うん、タピオカとかも自分たちで作るので、全部そこからやってます。あ、もう全部やるんですか？そうですね、お茶落とすのもお店でやるし、タピオカも鍋で作るし。大変なことってありますか？大変なこと、仕事最初覚えるのは大変だったんですけど、今は社員さんが少なくてバイトで頑張んなきゃいけないので、うん、なんか時間帯責任者みたいな感じでクレーム対応とかして。どういったクレームとか来ますか？でもそんな多いわけではないんですけど、外国人の方が結構来るので、中国の方とか、はい、なんか日本語通じなくて注文違ったりとか。大変。そんな感じでなんか作り働いてどれぐらいになりますか？働いてちょうど2年ぐらいです。2年前ってタピオカブームだったじゃないですか？そうですね。その時はめちゃくちゃ大変でした。めちゃくちゃ大変でした。うん、それに比べて今はちょっと減った気がしますか？だいぶ減りました。あ、だいぶ。もう実感します？はい、結構減ったなみたいな。前がすごかったので、今は普通にまあ来るかなみたいな感じです。ピークの時はどれぐらい動き回ってたんですか？ピークの時はオープン前から並んだりしてて、そんなに？もうなんかディズニーみたいにぐるぐるなってたので。常にお客さんがいていない状態がなかったので、もうあの休む暇はなく、休憩時間しか本当に休めなかった。確かに、ゴンチャって一番人気ですもんね。そうだ、タピオカのね。私は一番好き。最後にじゃあそれぞれの店員さんがおすすめするメニューを教えてもらいたいんですけど、はい、ミスドとタリーズおすすめなんですか？ミスドはガールドファッションに砂糖がついてる、オールドファッションハニーっていうのがおすすめです。なんか、みんな働いてる人はそれが一番美味しいって。食べてみます。はい、食べてください。タリーズは？タリーズは、なんか限定のドリンクになっちゃうんですけど、ラップロヨーグルトスワークルっていう、ちょっとフローズンの飲み物がさっぱりして美味しいです。わかりました。飲んでください。わかりました。飲みます。ゴンちゃんは何がおすすめですか？おすすめは、ストレートのアリサンティっていうのがあるんですけど、それにタピオカじゃなくて、ミルクフォームを乗せるのが美味しいです。それもクルーでは結構好きなんですけど、あんな注文は入らないです。美味しい。美味しい。やってみます。ありがとうございます。ありがとうございました。年齢はおいくつですか？高2です。高2。はい、16です。16歳、若いな。はい、どこでバイトしてますか？浜寿司です。浜寿司？はい。お寿司屋さん、握ってる方ですか？はい、厨房でやってます。これ？はい。平日が1500円で、クラスの初めて。すごい。結構いいんですよね、高校生なのに。はい。はい。週何回くらい働いてるんですか？
洗っても全然匂い落ちなくて、お風呂入ってもこれだ、お風呂入ったとでですけど、アルバイト終わった後に遊びに行く、行けないです、まあ、ちょっと臭かったり、若干匂いもついたりしてるので、ちょっと匂いとかって感じですか。あ、満足してますか今の感じで。あ、まあはい、高校生で結構時期もらってるような感じです。まずは手で握ってる自動です。切ってるんですよ。マグロとかサーモンとかは大体切ってます。冷凍かと思ってた。こんな冷凍であって、なんか冷凍のやつと切るやつがあって、マグロとかそういうやつを食べるネタは大体切ってます。はい、で、担当とかあるんですか。あ、なんかあって、マグロとかやる人だったり、ラーメンとかうどん系とか、あとテイクアウトを作るような、はい、はい、あと切りつけとか皿を洗ってる人たち、なんかいろいろ役割が出てる感じですよ。揚げ物とか。あ、あります、あります。本当に揚げてるんですか。あ、本当に揚げてますよ。はい、だいたいそのエビ天とかは揚げてます。その中でも何やってるんですか。だいたいそのマグロとかさ、食べれるんですか。半分払うんですけど、50パックで食べれる感じですけど。一皿100円だとしたら50円で。50円で、はい、安い。安いですよ。何皿まで決まってるんですか。そのまあ食べてるのか分かんないですけど、割と他の人たちは多分いっぱい食べてると思います。ちょっと多分びっくりされると思います。ゲストのこと考えるって言われそう。あれ、お友達がなんかバイトしてますか。してないですけど。あ、してない。これからやる予定ありますか。